よし、どうもギャチンです。今回ですね、本当になんてことない動画というかね、皆さんにとってはどうでもいい動画かもしれないんですけど、今僕がこれ座ってるベッドじゃなくてソファ、これ見覚える方いるかな。こうやった方がわかりやすいかな。よっしゃ、これです。懐かしい。まあ最近の方はね、全く知らないと思うんですけど、僕が YouTube をやり始めた時は実はこのソファーの上で動画を撮影してたんですよね。はい、こんな感じでバンダイ版の遊戯王カードを紹介するところから始まる。おお、いやー懐かしいな。ゴジラのフィギュアとかもこんな感じでね、ソファーに置いて紹介してたんですよ。ただ分かります？これ微妙に斜めになってるでしょ。ここがね、沈んでるから、だからこうやってね、持ち上げて地面と水平にして紹介してた思い出があります。懐かしい、本当に。でなんでね、こんなソファーの上で紹介してたかというと、僕は当時 1K の部屋に住んでて、この2人掛けのソファーとベッドもあったんですよ。加えて本棚とテレビ台とローテーブルがあったんです。もう部屋パンク状態だったんですよね。だから動画撮影するときにもうここしか場所はなかったんですよね。苦渋の選択というか、もう消去法でここになったわけなんですよ。狭い部屋でソファーの前にちょこんと座ってこんな感じでね、紹介してましたよ。しかも当時は iPhone でしたからね。でそこすぐ壁でしたから、そら壁ドン来るわ。このソファーを座って使ったことってほぼないんですよ。ほぼ商品紹介として使ったので、このソファー自身もびっくりだろうね。でここで1年半ぐらい撮影したのかな。でもね、部屋が狭すぎるっていうのと、動画の質をもうちょっと上げたいっていうことで引っ越して机の上で撮影するようになったんですよ。でね、なんでこんな話をしてるかというと、このソファーをついに捨てることにしました。実はまた引っ越すんですよ。だから捨てることになったんですけど、まあなんか僕が YouTube をやり始めた、まあ原点でもあるので、なんかね、捨てる前に動画としてちょっと残しておきたかったんですよね。だからまあ最近を見始めた人からしたら、これは何なのかも一切わかんないと思うんだけど、まあ思い出として単純に残したかったかなっていう。まあでもこのソファーがあるから今の僕もあると思うので、このソファーには感謝したいと思ってます。懐かしいんだよね、あの辺にこうね、マジックのね、シミとかがあんだよね。シンゴジラ実況の時とかにね、あれついたんだよね。懐かしいな。で、友達からはね、リアルの友達からは、意外とこのソファーの上で撮影するっていうのが、なんか貧乏臭くていいって言ってたんですよ。なんか親しみやすいというか、あ、確かにそうかなっていうのも、なんか視聴者との距離が近いというかね、より身近に感じるような気もしないでもないですよね。で、意外とね、このソファーでもしっかりとレビューできるぞっていうこともね、わかりました。まあ、ちょっとね、この段になったりすることもあるんだけど、だからね、YouTube 撮影どうしようかなと思われてる方は、意外とソファーできるよっていうこともね、言いたいです。はい。参考にしてみてください。このキングギドラも立ったぞ。いいですね。ちょっとただ、傾きが半端ないな。な、ここで紹介してたら、こんな感じでちょっと苦戦しながら撮影してたんだろうな。まあ、このソファーにはこのキングギドラをちょっと乗っけたかったんですよね。はい。ただ、それだけでした。はい。そんな感じで今回はただ本当にそれだけの動画でした。僕のね、なんか昔の思い出話とかにね、付き合っていただき本当にありがとうございます。本当にこの動画をアップするかどうかも迷ってますけど、一応は撮影しました。アップしていたらすみません。まあこういう動画をアップできるようなサブチャンみたいなのあってもいいかもしれないですよね。はい、そんな感じでバイバイ。どうもギャチンです。動画の素材を発見しまして、どうしても供養してあげたいなと思い、動画を公開させていただきました。本当にそれだけです。今後はこの青いソファーと一緒に皆様と道を歩んでいければなと思います。1週間後に捨てます。